こんにちはちょっと徳島ボルティスについてね、ちょっと軽く話そうかなと思うんですけど、えっ、ー、と、徳島ボルティスが、えー、昨日かな監督の吉田達馬監督が、えー、解任されたっていうニュース出ましたね。で、それと一緒に、強、え、化、ー、本部長の岡田さんも、えー、辞任ということで、 えー、結構大きな、えー、出来事がありましたまあ、このことの発端なんですけど、まあ、僕はあの徳島ボルティスのことね普段そんな追ってるわけでもないのでそんな詳しくないんですけど、まあ、ベガルタ仙台をね応援してる身として同じ J2 のねチームのね徳島ボルティスのことはまあ多少まあ状況だったりっていうのを把握してたんですけど、まあ、今年 今シーズンね始まってねまあ結果内容があまり良くなくて順位もえまあ今現在ね第7節まで終わってえ最下位という状況でですねでなんかこうツイッターとか見てるとまあ徳島ボルティスの柿谷選手がサポーターに向かってなんかいろいろとね 訴えてる映像が流れてきたりとか結構なんかうまくいってないのかなっていうふうに見てと思ってたんですけどまあそれで第7節群馬に、ね、負けたっていうところで、えー、監督解任っていう、まあ、大きなね動きが出ましたねそれに伴ってですね今日4月1日のね、まあ、夜7時頃かななんか島川都城選手が現役引退っていう <laughs> ニュースも出れましてですねこの島川敏夫選手っていう選手はえベガルタ仙台でねプロのキャリアスタートさせた選手ででまあ知ってたんですよ、島川選手。ベガルタではねあんまり試合出れなかったんですけどまあレンタル移籍だったりでいろんなチームに行ってね経験積んで,でプロのキャリア重ねてきた選手でまあ本当と苦労して。 今までやってきた選手なんですけど、ね、め引退してしまうっていうねことになって、まあ、この島川選手なんですけど、あのプロになる前に柏レイソルのね、下部組織で練習して、プロになったっていう経緯があるんだけど、その柏レイソルの下部組織で指導してもらったのが、吉田達磨監督っていうね、今回、徳島の。 監督やってた吉田辰馬監督に、まあ、レイソルのップ組織でお世話になったっていうねそういう、ね、経緯があってで、まあ、今回ね今年2024シーズンね、まあ、吉田辰馬監督にねこう引っ張れる,れるような形でねボルティスに加入したと思うんだけど、まあ、吉田監督が、まあ、解任されたっていうことでなんかこう。 気持ちち切れちゃったんだろうねそれで引退っていうね、まあ、決断に至ったんでしょうね、まあ、今回徳島ボルティスやっぱりこう結果出てなかったっていうところで徳島の、ね、主力のね西谷選手っていうね西谷和樹選手っていうねまあいい選手いるんですけどドリブルがあの特徴的なその選手が、まあ、SNS だったりで吉田監督をね ちょっと遠回しに批判するような投稿をしたみたいで,でなんかまあ実際に練習の場でもなんかそういうね言動があったみたいでちょっとね別練習みたいな状況になってたらしいんですよ、うん、吉田監督のね意に反するような言動があって別練習みたいな状況になってたっぽくてやっぱ徳島はこうこ,こ去年 の途中までこうねスペインスペイン人の監督が指揮しててね、そういう流れがあって、それをそれに魅力を感じてた西谷選手からすると、やっぱ吉田監督のやり方にちょっとなんかじめなかったっていうところがあると思うんですけどで、まあ実際ね、今シーズンね、結果も伴ってなかったっていうところで、そういうなんか不満が出て、そういうね、言動にね、出てしまったと思うんですけど、でね、ベガルタもね、 前々節かな、徳島とねあの、対戦してまして、その時ね、僕ね、その試合見たんですけど、まあ結構ね、まあ、ベガルタとね、徳島の試合ね、0-0で引き分けだったんですけど、まあ正直ね、ベガルタ負けてもおかしくないみたいな内容で、徳島、こう、ちょっと今はね、結果出てないけど、こう、いろいろとかみ合ってくれば、怖いチームになるんじゃないかなって、ちょっと思ってたんですよ。 結構選手もね僕からすると結構いい選手揃ってるように思ったんですよね。まずあの柿谷選手柿谷陽一郎選手っていうのがまずすごいこうねまあこの名前言えばね知ってる人多いと思いますけどサッカー知らない人でもねあんまりそういう人でもね名前も通ってるようなね柿谷選手、まあ、間違いなくテクニックありますと。長木亮太選手っていうね 前ちょっとね、軽く日本代表にも絡んだりしてるようなね、中盤の選手がいたりとかね、あとね、杉本太郎選手っていうね、すごいテクニックあるね、選手とかね、あと、まあ、児玉俊斗選手とかね、中野圭太選手とかね、結構いい選手だなと思ったんですよ、まあ、あとエウシーニュとかね、川崎フロンターレで活躍して、エウシーニュとか、まあ、ベガルタのね、オナイユをね、こう。 きっさてたしねあとキーパーのね、ホセアウレリオスアレス選手っていう選手もなんかすごいいい選手で、まあそういういい選手いっぱいいるんで、かみ合えばね、こう、勝ち始めるんじゃないかなみたいな、思ったんですけど、まあ今回ね、まあ、ザスパ、草津に負けてね、再開になったところで、まあ、吉田監督を解任したと。 解任なになった流れっていうのをね、こうツイッターとかで見たら、ザスパ群馬戦後にね、徳島ボルティスの社長が、サポーターのところに行ってね、こう話をする中で、なんかサポーターからね、監督辞めさせろみたいなこう話があったみたいで、ちょっとね、10分くれってね、言ってね、10分時間もらって、その10分の間で、監督辞めさせるわみたいな。 ななんんかそういういいこと言ったらしいんですよその10分足らずでね、うん、でねもねなんかね徳島のね選手コメントとか見るとねなんか結構選手の中ではね吉田辰馬監督のやり方をねに希望を見いだしてるみたいなコメントもあってねなんかすごい状況だったんだろうなと思うんですよね。 サポーターだったり、まあ、選手の中では、ね、西谷選手みたいに、まあ、ちょっと不満を持つ選手もいれば、吉田監督を、ね、支持するみたいな選手もいるような状況だったんですよね。ザスパ群馬戦後の、ね、柿谷選手のコメントとか見ると、ね、本当、吉田監督をすごいこう支持してるんですよ。コメント読むと、勝利はもう目の前にあると思います、手も届いてると思いますとかね。 吉田,田妻監督が試合に向けて準備してきたことが今はめちゃくちゃできてきていると思うんですよとか言葉は悪いかもしれませんけど最初とは違う面白いくらいに選手はまとまっていて見てもらいたい特に記者の人にも練習やクラブハウスロッカーの中まで入ってみてもらいたい全員が勝つためにやっているだから勝てるとは言えないけど全員が何にも疑いなく試合に臨めている その姿勢はこれだけ長いことサッカー選手をやってきているけどすごいなと思うそれは辰馬さんが作り上げてきたものやからさすがやなと思うしその船に俺も乗らせてと言っているようなチーム状態だと感じているほんまに勝ちたいみんな勝ちたいそれが出過ぎているのかもしれない次清水戦でしょうこの状態で清水とできることがポジティブだと思うし早く試合をしたいっていうね まあ、柿谷選手のコメントがあるんですけど柿谷選手、やっぱりこうそんなチーム状況ねまね、あ、負けてるけど悪くないよって言って,言ってるんですよ、群馬戦後に。で、あ社長とねサポーターがね、こう試合後にね、話し合ってね、監督辞めさせようって言ってる一方、選手はこういうコメント出てるんですよ、選手からはね柿谷選手からは。だから、すごい状況ですよね。うん で島川選手もね、やっぱ、そんな感じでね、解任させられるんだったらもうやってらんねえよみたいなこと感じになっちゃったのかなってちょっと思っちゃいますよね。でね、島川選手のね、引退のね、コメントもね、ものすごいあっさりしてて、あっさりしてるんですよ、なんか。結構すごいことだと思うんですよね、このシーズン途中に。 シーズン始まってすぐにね、引退するって、島川選手ね、試合出てるんですよ、今シーズン7節まで終わって、全試合出てるんですけど、まあ、やめるはってことなんでしょうね、監督が辞めるなら。チーム状況が大変な中で、自分勝手な決断でチームに迷惑をかけて、申し訳なく思っています。 徳島ボルティスがもっと強く大きなクラブになることを心から願っていますっていうね、すごいあっさりしたね、コメントでね、もう引退しましたね。インスタもね、更新してたんですけど、島川選手が。なんかすごい吹っ切れてましたね、なんか、愛車でこれから日本一周しますみたいなこと言ってて、まあ徳島のサポーターからしたらね、なんか、 面白くみいって思う人もいるんでしょうけどただ、やっぱなんかそのうんなんか徳島の今の状況ものすごい状況みたいなんでうんふっきりちゃったんだろうなって思いますね、はい島川選手。んなんか結構意外でしたね、結構こういう風な感じになる。 選手だと思わなかったんで、辞め方が。<laughs> うん。まあでも今後ね、徳島ね、まあいい選手はいるんでね、巻き返してくる可能性もあると思うんで、まあ今後のね、チームの動向もね、徳島の動向もね、気にして見ていきたいと思います。だらだらとすいません。お疲れ様です。